な粉とこれを混ぜればダイエット効果がね爆増します。今回の動画ではきな粉と混ぜるとごっそり痩せるダイエット効果を倍増させる食材5選、特に血糖値、腸内環境というところでお伝えをしていこうと思います。きな粉って確かに体に良さそうというイメージはあっても、どう取り入れればいいのかわからない、どんな効果があるのか知らないという方ね、実際多いのではないでしょうか。しかしそれって人生損してます。なぜならきな粉って簡単に美味しく取り入れられるので、驚くほどたくさんのダイエット、健康、美容効果があるんです。しかもあるアレンジを加えることでその効果をさらに高めることができる。最後にご紹介する取り入れ方は、私も毎日実践していて、マイナス12キロの体型を10年キープできている秘訣でもあるので、ぜひ参考にしてみてください。最初になぜきな粉はダイエットや健康、美容にいいのかということをお話しさせていただきますね。まずきな粉の元というのは大豆ですよね。大豆は畑の肉とも言われています。それぐらいきな粉って栄養価が高い食材なんですよね。特に特徴的な栄養素がタンパク質。タンパク質って実は筋肉の材料になるだけではなく、肌、髪、血液、臓器、ホルモンなどの材料でもあります。そのため代謝が良く健康で綺麗な体、見た目を維持していくためにはタンパク質は絶対に欠かせない栄養素なんです。きな粉ならそんなタンパク質を粉で手軽に摂取、トッピングできるのは嬉しいですよね。加えてきな粉は食物繊維、オリゴ糖、マグネシウムという便秘解消、腸内環境の改善に効果的な栄養素がたっぷり含まれています。しかも食物繊維は満腹感を高める効果、血糖値の急上昇を抑える効果、デトックス力を高める効果が高い。なのでこういったきな粉を意識して取り入れるだけで勝手にダイエットが進みやすくなりますよ。その上、腸内環境の改善は食欲やメンタルの安定、免疫力アップ、美肌など、ダイエットだけではなく健康、美容にも効果的です。さらにきな粉にはアンチエイジング効果や代謝アップ、健康効果の高いイソフラボンも豊富。特にイソフラボンは女性ホルモンに似た働きをしているので、美肌、生理痛の緩和、更年期症状の予防や緩和などに効果があると言われています。私も家族で毎日きな粉を食べるので、これ 800g ですね。いつもね楽天でまとめ買いをしております。すぐなくなっちゃう。また気になる方は概要欄にも貼っておくので参考にしてみてください。実際とある研究によると、イソフラボンを継続していることで不眠、抑うつなどの更年期症状改善効果があることが分かったそうです。この点からもきな粉は綺麗と健康を維持していきたい女性には特に取り入れてほしい食材なんです。ただ先ほどもお伝えしたように、きな粉に豊富なタンパク質やイソフラボンには摂りすぎによるリスクがあります。というのも、タンパク質の摂りすぎは代謝や消化に負担をかけたり、カロリーの摂りすぎによってダイエットが進みにくくなったり、イソフラボンの摂りすぎは女性ホルモンの分泌を乱してしまったり、でそのことによって下半身太りや PMS、 女性疾患のリスクを高める可能性っていうのが発生してくるんですね。ちなみにイソフラボンの1日の推奨量っていうのは 40mg から 50mg 程度、上限量は 70mg から 75mg 程度。そして各大豆製品のイソフラボンの含有量は、納豆1パックだと約 35mg、 豆乳 200ml だと約 40mg、豆腐、木綿半丁だと約 42mg、 絹ごし半丁だと約 38mg、 味噌汁だと約 6mg、 そしてきな粉大さじ1杯だと 6mg。 なので毎日納豆を1パック摂っている人なら、きな粉は1日大さじ2杯程度にすることがおすすめになっていきます。とはいえですね、冒頭でもお伝えしたように、きな粉っていまいちどう取り入れていいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。そこで今からきな粉のおすすめの取り入れ方をランキング形式で5つご紹介していきますね。きな粉とこれを混ぜればダイエット効果が爆増しますと言ってもいいぐらいなので、もうねぜひ試してみてほしい。痩せるきな粉アレンジ第3位です。抹茶です。ありそうでなかった飲み物がこの抹茶きな粉ではないでしょうか。和風スイーツではよくある組み合わせなんですけれども、飲み物で合わせることってあんまりないですよね。
しかしこの抹茶きな粉は味の相性も抜群ですし、何よりきな粉のアンチエイジング効果をさらに高めることができる取り入れ方なんですね。なぜなら抹茶にはきのこのイソフラボンと同じポリフェノールが豊富です。その名はもう分かりますよね、せーの、カテキン。ポリフェノールというのは抗酸化作用が高いので、細胞、血液レベルで体の老化を防いでくれるんです。ちなみに同じくカテキンが豊富な緑茶でも OK なんですけれども、抹茶の方が緑茶より2倍も多くカテキンが含まれているそうですよ。しかも抹茶に含まれているカフェインには脂肪の分解を促進する効果まであるんです。この点からも抹茶ときな粉を混ぜると最強のダイエットドリンクになると言えますね。痩せるきな粉のアレンジ第4位です、豆乳です。続いてタンパク質をさっと手軽に取り入れたい方におすすめなのがきな粉豆乳。きな粉と豆乳は同じ大豆製品同士なので味の相性がいいのは言うまでもありません。その上どちらもタンパク質が豊富なので、飲み物でタンパク質を取り入れたい方は添加物や甘味料たっぷりのプロテインっていうのを買うよりもこのきな粉豆乳を取り入れる方がお手軽価格でヘルシーにタンパク補給することができます。私も朝どうしても食べる時間がない、仕事でバタバタしていてランチを食べられないという時はこのきな粉豆乳を活用しております。個人的にはここにシナモンをトッピングするっていうのもお気に入りです。さらに風味が豊かで代謝アップ効果が高いドリンクになっていきますよ。痩せるきのこアレンジ第3位です、コーヒー。先ほどの抹茶と同じくポリフェノール豊富な飲み物がコーヒー。コーヒーにポリフェノールが豊富というのはね、知らなかったという方も多いのではないでしょうか。実はコーヒーにはクロロゲン酸というポリフェノールが豊富なので、こちらもアンチエイジング効果が高い飲み物。しかもクロロゲン酸には脂肪の吸収を抑え、すでに体に溜まってしまった脂肪まで分解していく効果があると言われています。つまりコーヒーはカフェインプラスクロロゲン酸の作用によってダイエット効果が高いんですね。しかもコーヒーにはきな粉と同じくオリゴ糖が含まれています。その上コーヒーのオリゴ糖は脂肪の代謝を誘導し体脂肪をつきにくくするっていうことも分かってきているんですよ。この点からもコーヒーきな粉はダイエット効果や便秘解消効果が抜群の飲み物と言えますね。ただ気になるのがその味ではないでしょうか。しかしこのコーヒーきな粉、意外や意外とっても美味しいんですね。というのもきな粉は元が先ほどの豆乳と同じ大豆なので、コーヒーきな粉ってソイラテのような味わいになるんですよ。とはいえなんだか飲みにくいと感じる場合は、今からご紹介するアレンジ、こちらもね試してみてほしいです。痩せるきな粉アレンジ第2位です、はちみつ。これは先ほどの抹茶、豆乳、コーヒーきな粉と混ぜ合わせるのがおすすめなアレンジです。というのもこういった飲み物は甘みがないと飲めないという方ね結構多いんですよね。とはいえ砂糖はダイエットや健康にあんまり取り入れたくないもの。そこでおすすめなのがこういった蜂蜜です。なぜなら蜂蜜は適度に血糖値を上げて食欲を安定させてくれる効果がある。その上ダイエットや健康に嬉しい栄養っていうのもたっぷりなんですね。ちなみに飲み物に加えるだけではなくって、こういった蜂蜜ときな粉を混ぜ合わせたスイーツとして食べるっていうのもおすすめです。その名もきなこ棒。私と同じ昭和生まれの方は懐かしさも感じるおやつかもしれませんね。駄菓子屋さんでよくありましたよね。私もきなこ棒ね大好きでした。作り方ね超簡単で、きなこ大さじ2杯に蜂蜜大さじ1杯を加えて混ぜ合わせて、直径1センチ程度の棒状に伸ばして5センチぐらいにカットして、爪楊枝に刺して仕上げにさっとまたきなこをまぶすだけ。だいたい8本ぐらいのきなこ棒ができると思うので、夏休み中の方はぜひお子様と一緒に作ってみるっていうのもおすすめです。我が家の息子も楽しんで作っていました。痩せるきなこアレンジ第1位です、ヨーグルト。最後に私が毎朝取り入れているきなこアレンジがヨーグルトにきなこをトッピングすること。これがもうめちゃめちゃ美味しいんですよ。このきなこヨーグルトのおかげで私は無糖ヨーグルトを美味しく食べられるようになりました。ガチで毎日食べてます。インスタのストーリーでもねよく流していますよね。
というのもきな粉って自然な甘みがあるのでヨーグルトの酸味を緩和させてくれるんですよね。実際これまで2500名以上のサポートをさせていただいてきた私のダイエット講座の受講生様もこのきな粉ヨーグルトが楽しみで朝起きられるようになりました。毎日きな粉ヨーグルトを食べているおかげでお菓子を食べなくても満足できるようになりましたとおっしゃられる方がねとっても多いです。また先ほどの豆乳と同じくヨーグルトもタンパク質が豊富なのでさっとタンパク補給したい時にもおすすめなメニューですよ。加えてヨーグルトにはきな粉にはない乳酸菌っていうのが豊富なので両者を組み合わせることで腸活効果をねさらに高めることができます。ただ最後に皆さんにどうしてもお伝えしておきたい注意点っていうのもあります。それはきな粉はあくまでもダイエットの補助であるということです。確かにですよ、きな粉はダイエットや健康の強力なサポーターにはなってくれます。しかしダイエットから本当の意味で卒業するためには土台である食事を見直すことが必要不可欠とはいえこの痩せる食事って実はめちゃめちゃ簡単なんです。しかも美味しいだから一生継続ができる。そのためダイエットからの卒業へとつながるんです。実際私は看護師、保健師、ダイエット講師としてこの簡単に実践できる正しい食事法によりこれまで2500名以上の方をダイエットからの成功に導いてきました。なのでここまで真剣に動画を視聴していただいたあなたにもこの食べて痩せる食事法を学ぶことで3ヶ月後には過去最高の自分を手に入れてほしいと思います。現在11万人以上が登録している公式 LINE では食べ痩せ小冊子2冊や脱リバウンド動画3本を無料で受け取ることができ、今回の動画でご紹介しきれなかった1万7000文字の食べ痩せ教科書、何をしても痩せなかった晩年ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ、体脂肪率マイナス 8% 達成できた食べ痩せマスターワークブック6冊、実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピ、ダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券、30代から60代の女性で食べ痩せおすすめ度診断ツールなどの合計7個のプレゼント、公式 LINE 限定で無料配布しています。さらに今なら3ステップで学べる食べ痩せの秘密を簡単に習得できる3ステップ動画、これも受け取れます。食事改善といっても何からしたらいいのかわからないという方、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されているので赤枠の公式 LINE の URL をタップ、タップ後10秒でプレゼントが受け取れます。すでに登録していただいている方には今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので楽しみにしておいてください。ちなみになんで有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですけれども、私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなく、私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を一人でも減らしたい、そんな理念で YouTube を運営しているからです。一人でも多くの方に正しい食事、ダイエットっていうのを知ってほしいので、公式 LINE の特典は全て無料です。ぜひ受け取ってみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は高評価とコメント欄に何か一言でもいいのでご感想をいただけると今後の励みになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。